西岡家の墓、西岡武雄は、日本の政治家、ジュニー党下大受賞。衆議院議員、参議院議員、文部政務次官、新自由クラブ幹事長、文部大臣、自由民主党総務会長、新進党幹事長、参議院議長などを歴任。1963年11月、衆議院議員をご期務めた父、竹次郎と、吉田茂が率いる。 自由党初の女性参議院議員として、婦人参政権運動に尽力した母、春の地盤を引き継いだ、世襲候補として、第30回衆議院議員総選挙に無所属で、立候補。4位当選を果たし、自民党の追加公認を受ける。前職の国会議員である母と共に初党員した。当初は三木派に所属し、自民党青年局長、文教部会長を務めていた。 ロッキード事件を機に、衆議院議員の河野洋平、田川誠一、山口敏夫、小林正美、参議院議員の有田和都とと共に、6人で自民党を離党。1976年6月25日に、保守政治の刷新を掲げて、新自由クラブを決闘し、西岡は幹事長に就任した。新自由クラブは、結成直後の、 第34回衆議院議員総選挙で自民党に不満を持っていた保守層の受け皿になる形で一挙に17人を当選させた。しかし政策等の路線をめぐり野党として革新にも配慮を示す校の屋田川とあくまで保守主義を念頭に置く西岡山口らとの間に亀裂が生じ1979年7月に西岡は単独で 新自由クラブを離党した。1980年12月に自民党に復党したが、1983年12月の総選挙では落選。1986年の総選挙で当選した後は宮沢派に所属。文教族としてキャリアを積み、1988年に発足した竹下改造内閣で文部大臣として初入閣。 続く、宇の内閣でも文章に留任した。1989年、海部内閣で消費税の見直しが持ち上がった際、辞任した自民党税制調査会長の山中貞則に代わり、公認の税制調査会長に就任。1990年2月に、早稲田大学有弁会及び三木派の先輩で、同じ文教族である、海部都市記首相の強い意向で、 自民党総務会長に就任し、党三役入り。幹事長は竹下派の小沢一郎、政務調査会長は安倍派の加藤むつであった。後に、総裁の会復を含めた四人は、自民党を離党し、新進党決闘に至るが、この時期に、その強い関係ができたと思われる。同年十二月、党三役に、 リクルート事件からの謹慎明けの加藤光一を送り込みたい宮沢ハワ西岡に総務会朝食の交代を求めるがこれを拒否したため派閥から除名政治改革が頓挫したのを契機に海部内閣が総辞職した後海部を会長とする政治改革推進協議会を自民党に結成1993年の 第40回衆議院議員総選挙では自民党から立候補し当選するが政治改革推進派として執行部批判を強め梶山正六幹事長が党内の混乱を収集するために結束前進の会を作ろうとした時はこれを屋上屋を課すものと批判した結局西岡は同年十二月に自民党を再び離党改革の会代表 自由改革連合事務局長を経て、1994年に、新進党決闘に参画し、回府党首実現に動く。国会対策委員長、幹事長を歴任。小沢一郎を補佐するが、1997年に、新進党は、回答した。1998年1月、小沢、加藤武つき、野田武志らと共に自由党を結成し、 副党主に就任。同年2月、高田勲知事が引退を表明した、長崎県知事選挙に、党内の慎重意見を抑えて出馬するの、同じく新人の金子源次郎に敗れ落選し、補選出馬による国政復帰に意欲的だったが、野田幹事長の反対で断念。2000年の第42回衆議院議員総選挙に、自由党公認で出馬するが、落選。 2001年7月、第19回参議院議員通常選挙に自由党公認で、比例区から出馬し、当選。国政復帰を果たした。党参議院議員会長、参院会派、国会改革連絡会代表を務める。2003年、民主党との合流が決定すると、当初不参加の姿勢を示した。しかし最終的に参加を決断し、参院会派、民主党、 新緑風会常任役員、顧問に就任した。2006年、皇位継承問題で、皇室転搬改正に慎重な立場を明らかにし、党内の保守系議員を中心に、皇室転搬改正を慎重に考える会を結成し会長に就任した。党内では、渡辺光三と共に保守派の重鎮となり、党内の保守系議員で構成される。 永住外国人の地方参政権を慎重に考える勉強会にも参加し、外国人参政権反対を表明した。2007年8月、議員歴が長く国会対策に精鋭通している点が評価され、参議院議員運営委員長に就任した。同月9日、西岡は次の国会からクールビズの申し合わせを廃棄し、本会議場、委員会室での議案審議に際しては、 ネクタイ着用を義務化したいと提案した。制服を着用して国会見学する子供がいるのに議員がリラックスした格好をしているのはいかがなものかと説明した。これに対してすでにクールビズが3年目になり広く浸透しているし参議院選例集にクールビズ以前の1951年8月から半世紀以上にわたりネクタイは外してよいという申し合わせがあるので 与党のみならず、他野党や身内の民主党内からも批判が出て、この提案を撤回することとなった。この突然の提案については、環境大臣として、クールビズの旗振り役を務めたのが、小池百合子であったので、民主党参院国対幹部の味方として、新進党、自由党と行動を共にしながら、自民党に移った小池に対する意思返しではないか。 といった見解も報道された。2009年10月23日、岡田克也外務大臣が閣議の席で国会開会式での天皇のお言葉について、陛下の思いが少しは入った言葉がいただけるような工夫を考えてほしいと宮内庁に求めたのに対し、天皇陛下の政治的中立を考えれば、お言葉のスタイルについて、軽々に言うべきではない。 極めて不適切だと批判した。天皇のお言葉の文面の検討は、宮内庁の業務ではない。2009年11月17日の記者会見で、2008年3月に、武藤敏郎元財務次官を日銀総裁に起用する、国会同意人事案に反対したことについて、当時の自公政権と対決するのが主眼であったと説明し、 在勤分離を理由に不同意としたのは今でもおかしいと思っていると語った。18日に、エリカワ・タケシ厚生労働時間を人事院人事官に起用する政権の方針が脱官僚に矛盾すると批判を浴びているため、過去の過ちを率直に認めることで、エリカワ人事案に理解を求める狙いがあったと言われる。 2010年6月16日、国会最終日で野党が提出していた、枝佐沙月議長不信任案、菅直人内閣総理大臣問責決議案、荒井国務大臣問責決議案について、与党民主党の意向を受けて、委員長職権で本会議を留解とし、国会最終日に参議院本会議が開かれない異例の事態となった。2010年7月の第22回参議院議員。 通常選挙で民主党が大敗し民主党は参議院で過半数を割り込んだ。しかしなお参議院第一党であり参議院議長は第一党から出すことになっている慣例を盾に民主党は西岡を議長に押すものの全国会での枝参院議長西岡参院議員運営委員長らの国会運営に反発する自民党執行部とみんなの党は 自民党からの議長選出を主張した。しかし野党共闘は不調に終わり、自民、みんなの2党は、議長選挙への野党統一候補の擁立を断念。西岡を枝の公認の議長とする流れが固まり、自民党は副議長候補を擁立することになった。西岡は、同年7月21日、議員運営委員長として、理事会で国会運営について野党に謝罪した。 しかし、議長選挙では、全会一致で議長が決まるのが通例であるのに、西岡は過半数の139票を獲得した。ものの、白票88票、江口勝彦が11票、小辻秀久が1票と異例の投票結果となった。参議院議長就任に伴い離任した。 参議院議員運営委員長の公認は自民党の鈴木正二参院国会対策委員長が就任し議員運営委員長のポストは野党に明け渡すことになった。参議院議長就任以降民主党出身ながら民主政権の管内閣に批判的な立場を取ると中立が求められる参議院議長としては過去になかった異例の行動が多かった。 議長としての異例な行動の理由に、日本の政治には、もう、余白や、悠長な時間がないと述べ、また、私へのチェック機能は、議長不信任決議案などで、担保されていると説明した。2011年9月30日、第178回臨時国会最終日の参議、院本会議会会の際、 本会議場でよろけながらも職員に支えられて、ようやく議長席に着いた。また、同年10月20日に招集された第179回臨時国会においては、校内退場方針で発生に支障があるため当面、欠席の意向を示した。第179回国会招集前日の2011年10月19日に、 参議院議長公邸で西岡と会った民主党幹事長のコ石安シは議長は元気な様子とコメントし10月27日付の産経新聞に今こそ必要な首相の覚悟とを題した論文を寄稿するなどしていたが11月5日午前2時24分肺炎のため東京都港区の虎ノ門病院で死去した75歳没 現職参議院議長の死去は、初代議長の松平常夫以来二人目であった。2011年11月11日午前の閣議において、政府は西岡を12位に助手、東華大受賞を送ることを決めた。11月25日午前の参議院本会議において、副議長の大辻秀久が、哀悼演説を行い、午後に、 史上3人目の参議院葬儀が青山葬儀所で執り行われた。ありがとうございます。